皆さんこんにちは。先日12月25日26日1泊2日で小田原箱根を訪れてまいりました。帰りにはまもなく引退が近いと言われております。あまり私詳しくはないんですけれども、ロマンスカー LSE を利用して、そして帰ってまいりましたので、ご紹介させていただきたいと思います。はい、皆さんこんばんは。ここは小田急小田原線の小田原駅です。まあ、ここ JR の改札なんですが、このまま橋を登っていけば小田急の改札もございます。本日はね、箱根のあたりをぐるぐる回っていたんですが、これから東京へ帰るというわけです。帰りの列車は小田急特急ロマンスカーの一番後ろ、展望席を用意しております。この時間でもね、ロマンスカー15分だの30分だの1本このように出してるんですから、大したものです。一番後ろ、相模86号20時15分発 LSE 車、これに乗っていくということになります。途中の停車駅、この相模86号に関しては少なくて、本厚木と町田のみ、その後のね、XA が使用される相模号は、まあ、通勤列車みたいな性格も多いんでしょうかね。秦野や本厚木、それから相模大野などいろいろ泊まる駅も多いようです。風はね、こうも強いのにね、なんか全然もう発車まであと5分を切ってるんですけど、始発駅だっていうのに列車入ってきません。どうなってんだなって感じなんで、まあこれはね、あんまり文句を言うことはやめまして、一応発車時刻通りにね、出れば小田急としては何も問題ないわけですから、もうちょっとここで頑張ることにいたします。でもね、そろそろ来るみたい。待合室から人も出てきた。あ、これはあれか、この急行列車に乗る人たちなんでしょうかね。あんまりよくわかんないですけど、小田急の急行って遅いということが有名ですよね。私急行ってのは乗ったことないんで、ああね、ロマンスカーが安いから、じゃあロマンスカー乗っちゃうかなってやるんですけど、ロマンスカー中心のダイヤにね、随分特化しているようだから、そうでない人はなかなかね、これ結構不愉快な思いをすることもあるようです。お待たせいたしました。新幹線特急ロマンスカー相模号新宿行きが参ります。危険ですから、黄色い線の内側までお下がりください。奥のあたりから見えてまいりましたのが、ロマンスカー LSE 車ラグジュアリースーパーエクスプレスの L を取って LSE と呼ぶそうです。この独特のカラーリング、バーミリオンオレンジと呼ばれていて、少し年上の方、これはロマンスカーを見たら、やっぱりロマンスカーといえばこの色だというふうにおっしゃっていました。特別鉄道に興味のある方ではないんですが、しかしロマンスカーといえばこういうイメージが一般の方の間では随分強いようです。1980年にデビューしたこの LSE 車は、もう近く2018年度中にデビューすることになっております。 GSE という最新型車両に置き換えられ、そして引退をすることになっております。独特の時代を感じさせるこの折り戸式のドア、中からは掃除の作業員さんたちが降りていらっしゃいました。この通勤ラギナーとも呼ばれるようなね、この相模86号、随分とお客さんは少ないもので、後ろ展望席を利用したのは常に私たち2人組のみとなりました。小田原駅をこのように独特のモーター音を響かせて発車していくところでございます。特急ロマンスカーご利用くださいましてありがとうございます。相模86号新宿行きです。停車駅は本田杉町田終点新宿です。展望席は初代ロマンスカー SE 車にはついておらず、2代目 NSE、 そして3代目の LSE と引き継がれていきました。これは80年代ということで、当時のね、ラグジュアリー、こういうイメージだったのかなと思わせます。 LSE のラグジュアリーというのは快適さ、品のいい贅沢さという意味ですが、だいたいこのようなリクライニングをする座席が搭載されたことから、このような名前になっているそうです。当時のリクライニング、こういうね、スイッチのようなものをグイッと押し込んで、それで座席を持たれるという形状になっていたようでした。座席も若干前にスライドいたします。ただこれがどの程度ラグジュアリーと言えるのか、それはね、私個人的には微妙なところかなというふうに思っております。座席の倒れ方はね、こんな感じ。まあそれでも一応倒れるんだから、それまでよりはマシなのかなと思います。でもね、これ結構床がね、床じゃない、この座面が硬いんですね。この私の今平らなへこんでいた部分などはかなり硬くてですね、もうこれ座面何もクッションとか入れてないんじゃないのといった、正直ラグジュアリーとは言えない、まあ1980年式のラグジュアリーなのかなという感覚です。通過中の駅はおそらくこれは新松田の駅で間違いないでしょうか。間違っていたら申し訳ないんですけれども、この先通過していくと、上を今くぐりましたのが、これが御殿場線です。右側にそろそろ信号が見えてまいりましたけれど、この信号、これはですね、小田急線とそれから JR 東海御殿場線との連絡線となっているようです。トンネルを抜けているところはまさに昔の往年の夜行列車を思い浮かばさせます。24系寝台の後ろから眺めたあの景色、このように彷彿とさせるものです。ロマンスカー伝統の雪のこんなマークも残っております。この LSE の引退とともにロマンスカーマークは消滅するようです。この LSE も随分車内は空いておりました。それはね、1両のあたりの定員が少ないからということでしょうか。やはりこのも連接車ですから、1両が短い11両編成です。トイレはね、なかなか広くて、これまでの普通の特急車両よりもラグジュアリーさを一番感じさせる部分、それはこのトイレだったんじゃないかなというふうに思っております。
こちら売店もあります。箱根駅のロマンスカーですから、ちゃんとこういう設備はね、VSE ほどではないにしてもかなり充実しているようでございます。こちらにはちゃんと冷蔵庫もあり、ただいま施錠中です。上にはこのように1981年受賞いたしましたロマンスカーたる証、小田急じゃないや鉄道友の会ブルーリボン賞の、そんなプレートがございます。こちらはただいま停車中の駅、厚木本厚木駅です。追い抜いた各駅停車が追いついてまいりましたけれども、それの入線と同時に並行するようにしてこちらは発車していきます。本厚木の次の停車駅は町田、そして新宿に停まります。この辺りからだんだん反対列車も増えてまいりますが、こちら通過しているのはロマンスカーホームウェイかな、多分そうだと思います、X 車です。海老名でもまたロマンスカー MSE を追い抜くということになりました。おそらくは車庫に入る、そんな列車なのかなと思います。あの二文字は回送と書いてあるんでしょう。到着いたします。まもなく町田に到着とおそらく言われておりますが、ただいま通過中の駅はおそらく相模大野、こんな通過線があるんですが、全然私小田急分かりませんけれど、なかなか堂々たる通過だというふうに思いました。こちらが町田の駅、ロマンスカー X がまた通勤ライナーとしての役割を発揮しております。 LSE よりも長く定員が多い快適な座席です。この列車は特急ホームウェイでした。またあれはホームウェイかな、江ノ島と書いてありますかね、なんだかよく分かりませんが、 MSE も通過。この時間になると本当にロマンスカーは、重量のエクセと、それから MSE が活躍する、まさにロマンスカーというよりはロマンスはかけらもない通勤ライナー、サラリーマン輸送列車となるような気がいたします。正直ロマンスカーというのはね、 VSE とかそれから LSE につけるのはいいと思うんですが、 MSE とかエクセにつけるのはロマンスじゃない、別の名前にしたらどうだというのが私の考えなんですけれども、空腹線区間に入りまして、最高速度をフルに発揮しているかな、どうかな、微妙なところです。小田急線ってあんまりスピードが出さないですから、この LSE 車の最高速度も110キロとかそれぐらいだったかと思います。反対列車もまた特急列車です。特急がいっぱい走るのは本当に嬉しいこと。こちらも特急列車ホームウェイでした。なお高速運転はあまりしないということですが、この LSE 車は国鉄に貸し出されまして、東海道本線を走行したことがあるわけです。1982年のことだったかと思います。この駅は清少学園前であっていたでしょうか。コメントでね、先日もご指摘いただきましてありがとうございました。ただいまこれは地下駅ですが、一気に上の方へぐっと上がっていきます。この一番後ろの展望席ならではの眺めが楽しめるというわけですが、地上これは2階建てでしょうか、そのぐらいの高い駅舎と、それから下のこのホームと全部見渡すことができました。なかなか面白いものです。やはりロマンスカー乗るんだったら展望席ね、どうせ同じ金額なんだからと。こちらは今度は VSE はもう車庫へ入るだけのようです。反対列車、あれは急行かな、随分飛ばしております。お互いに飛ばし合うと一瞬で通過は進んでしまうものです。あの急行もまた複々線を利用して一本列車を抜いたと思ったら、また次に駅を通過します。駅と駅の間随分短いもんでね、こんなにすぐ駅が来てしまうのか。おっと、頭の上には大きな満月も見えております。いや半月かな、今日はどうだっていいですね。こちらもまた複々線で列車を追い抜く、本数がたくさん増えておりますが、それをロマンスカーで一気にごぼう抜きしていくのは大変楽しいところ。そしてまた国鉄一発関係を想像させるような微妙な乗り心地、これもねまた味があっていいといえばいいものです。普通のお客さんはね、やはりこの LSE よりは多分 VSE の方が乗っていて楽しいんだろうなと思いますけれども、さてただいま通過いたしますのは、おそらくこれは代々木上原という駅だと思うんですけれどね、ここから A 段の千代田線が仏教していくということで、向こうにも唐木田方面からでしょうか、来た列車が寄りました。それを過ぎるともうゆっくりと、こちらは代々木八幡ですかね、ただいまもこれもまた駅舎をいろいろと改良しているようで、駅舎というかホームがなんかいろいろ増えたりとか、面白い状態になっておりました。代々木上原より先はもうさすがにこの LSE もロマンスカーの高速運転をすることはできないようで、前後の列車とうまく呼吸を合わせながら、なんとか邪魔にならないような範囲でのんびりと走っていきます。ただいま反対側すれ違っておりますが、また通勤ライナー特急でしょうか、エクセアルファ、こちらはホームウェイから、また列車の名前は私には、これは多分見ればいいんですね、表示されている、表示されてないんですね、エクセアルファになると列車名を表示しなくなっちゃうとは、これは私も知りませんでした。そんなことをしている間に終点新宿への到着の案内もなされました。エクセというのはね、大変数が多いものですけれど、やはり昔からこの MSE、失礼 LSE かもしくは VSE で箱根行ってみたいなと思っていたんですが、今回その夢も長年の念願も叶いました。もっともこれまでね、その念願を叶える気がなかったからロマンスカーに乗ってなかったんだろうと言われるとそうなんですけれども、やはりなんとなくね、この LSE がなくなるとなると、なくなる前のこの貸切展望席、のんびりこの2人連れで、まあ、その方はお酒などを飲んでいらっしゃいましたけれども、個室気分でそれなりに楽しく過ごすことができ、新宿まで全然退屈しない1時間でした。レトロなロマンスカー LSE の旅、あと約半年間ほどが楽しめるようです。半年ももうないのかな。3月になるともう新型車両、この左側に出てくる GSE がデビューして、それから少しの間だけ GSE と LSE 車のその並びも見られるということで、小田急からの粋な計らいが感じられます。
今回いろんなでロマンスカーに乗ってきましたけれども、まだ RSE とハイ SE も一応小田急線内ではないですが活躍をしておりますので、また何かの機会に行って撮影もしくは乗車などすることができたらなというふうに思っております。なお RSE は当チャンネルで一度ご紹介しております。到着いたしました新宿駅ではね、運転手さんがもう反対側のこの列車はこれからホームへ移行になるということで、はしごを登って上の階へ行かれるところ、大変アナログな緑色の運転室、あ、上からはしごが降りて登られるんですね。この運転室には3名も入ることができるらしいですけれども、本当にこんなところ3名も入って大丈夫なんだろうか、随分大変な姿勢で運転をされるんじゃないかと気にしております。まあそんなことは乗客の勝手なおせっかいでありますが、なんとなく丸みを帯びた流線形といえば流線形なんだけれども、どことなく可愛らしいようなデザイン、金魚のようなものを連想させます。 LSE5 クラシカルな旅でした。この独特の小田急伝統のカラーもいよいよ見納めとなるようです。そのデザイン自体はバーミヨンオレンジ GSE にこれから先一応引き継がれるということにはなっておりますが、側面のこの SE 車から続いた1957年からの伝統のこのカラーは SE、 そしてその次に続きますこちらが隣 NSESE というのが東海道新幹線0系のその発展にいろいろと貢献した車両だと言われております。 NSE は初代小田急電鉄のこの前面展望席を用意した車両で、それを引き継いで初代リクライニング車両、こちらが LSE、 LSE もまた人気を博し、そしてその LSE をさらにグレードアップさせようということで登場した ISE や、これは今度御殿場線に直通する RSE とか、通勤ライナー用 XE、 そして最近ご紹介いたしました VSE、MSE、XE、α というのは XE の改良、最新型のこちらが GSE ですが、同じバミヨンオレンジといっても初代のクラシカルなロマンスカーとはやっぱりちょっと見た目を意味するものです。それではもう少しだけ楽しめるロマンスカー VSE じゃなくて LSE の旅、ご視聴ありがとうございました。